皆さんこんにちは。こんにちは。ちは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡史です。アシスタントの吉田奈です。本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしております。この番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で、今のアルガマモをたっぷりとお届けしております。ね、奈ちゃん。はい。まあいろんなものがあって <laughs>。はいはい。そんな中から選ぶいう時に。はい。 最最初初に何やりますかでいらんもん切って誰と付き合おうかないう時に2,000人ぐらい候補者おっても考えられんからまずガサー切ってって選ぶじゃないですかこうまああと10人か5人かあともないありえへんわ、まあ、それがまあ河野太郎さんっていうのがね先生のこうなりましたと、はい、それとどれ選ぶかっていう時にどうしますか、うん でやっぱ中身あのいろいろお金とか生活できるとか,、ね、か,とかそういう、まあ、趣味が合うとか、ね、そういう中身をやっぱり決めるそう中身を考えますよねだからイメージでいったら地獄に落ちるかもしれませんや、うん、そう見た目騙まされたらあかんで <laughs> ですすよよねね中身そういう意味でねやっぱり中身に関して今日はね総裁選話をしようとでそういう意味でねやっぱり僕は中身今の時点でね こう中身について政権構想を言うてはるのはまあこの論外だったあのー、河野さんなんかようわからんがちょっともう論外ですけどこれも岸田ささんんと高橋さんこう言ってはるそれで,、はい、でね中身見てみたらね、うん、高橋さん,言えよんらいとまあ他にもっていい男おるかもしれんけど <laughs> まあこの選択肢やったらもううちこれかなと僕が、うん、出てきたらまあええけどまあぐらいまあええー。うんうん 中身が結構しっかりしっかりしてるんですよお<ー>これうちここの人と一緒に思ったらちょっと幸せになれるかなうちみたいな、えー、まああかんかもしれんけど、はい、まあでもどうせうち結婚せんのあかんの決まっとるし <laughs> まあまあ昔やったらね今やったら結婚しないっていう選択肢もあるんですけど、まあうん、結婚せんのあかんっていうのがもう親から決められてるとして結婚せんのあきませんよ今の総裁選ってだから選ばなあかんよそうや <laughs>、まあ、まあこっちかなみたいな話を <laughs>、はい、なんでこっちかないよ話はい 改革から投資っていうこれがキーワードプライマリーバランスもキーワードこの二つで高橋さんええなっていう話をちょっとしてみたいと思います最後までよろしくお願いします改革から投資という希望高市早苗氏のプライマリーバランス凍結宣言週刊クライテリオン藤井聡氏のあるがままラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの 藤井聡史編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡史です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。うん、今日はね、えー、っと9月6日のまあ午前11時ごろ、はい、なんですけど、はい、あの自民党の総裁選の話題でね、この世間はもう持ちきり、うん、になってますよね。ねはい、まあちょうどあのあのコロナの方も東京の方とか感染の 収束も見えてきたという雰囲気がね、はい、徐々に広がってきているし、うん、ああの関西でも、まあ、あのまだまだ広がっているところもありますけどもようやくそういう気分が、あのー、不安も少しずつ収まりつつあるようなところで、まあ、総裁選ですからより一層この総裁選の話題がね今これ盛り上がっているところですけど、はい、これ17日告示で10 29日投開票と。 うん、いうことになりますから、はい、ええー、投開票まで、えー、っと、二十三日、前、まあ、ほぼ四週間ですね。だこれからね、もう意外とこの四週間長いですから。うん、ええー、まあ、どうなるか、あまあ、ちょっとわからないと、まあ、四週間、まあ、三週間から四週間ですよね。まあ、結構時間がありますから、あ、まあ、どうなるか、まあ、わからないところがあるんですけど。今の六日の時点でね、立候補がもう確定していると言われているのが、岸田文雄さん。 えー、河野太郎さん高市さ,なさんなんん高市なですね、うん、でその他にも、まあ、ちょっと、あのー、来週時点というか、えー、っと15日、えー、13日時点ですか13日時点では、まあ、どなたが名前が出てるかわからないですけど、まあ、いろんな他の名前も、まあ、出てる状況です。で今日はね少なくともこの岸田さん河野さん高市さんの中で、まあ、どの方の施策に希望があるのかと。 <laughs> いうことをちょっと考えてみたいなと思うんですね。はい、で、河野さんはもう悪夢だというのはこれ先週お話ししたので、まあ河野さんの話は今日もちょっと置いてといて。うん、ええー、僕はやっぱりね、あのー、日本の総理大臣にやってもらいたいことは何かっていうとね。もう何にもまして、デフレ脱却です。うん。うん、願います。それを。不況をやめてください。<laughs> はい。九十八年からずっと。 基本的にデフレなんですよずっとね消費税どんどん上がっていって、うん、そうそうそう,そう,そう,そうでもう僕たちの所得増えない国力増えないむしろ貧乏になる、うん、多くの人が下流社会化していくで所得がどんどん下がりあの若者の希望がなくなっていくこれはね全部日本の経済が下向きだからですこれがねうまく上向きになったらね未来に希望ができるから若者に希望ができてでいろんな企業が投資を 始めますしね。はい。で、あのいろんな人が希望ができますから前向きになることを考え出すんですようんうん、うん。だってもう今生きていくのに必死っていう人からたくさんいますから。で、衣食足りて礼節を知る人も出てくるしね。はい、今は異色がないから礼節なく非常に残念な無秩序状況になってるわけですけど、これ成長していくことができればもう希望もできてくると。はい。秩序も良くなってくると。うん、うん、で諸外国との相対的競争の中で日本が負けなくなって再び 諸外国からバカにされなくなってで侵略経済的な広い意味での侵略もされにくくなるとで中国やアメリカやヨーロッパ韓国なんかとも対等に付き合って、えー、と行くこともできるようになるとでそうなると日本人が前向きになってくるからあ子供を産める方もたくさん増えるし結婚できない人も減ってくるしでそういう意味で人口減少というのも食い止めることが、まあ、できるようになるでしょう。 でそうすると東京でしか住めないっていうわけでもなくなるから地方で住むこともできるようになって。ということでねこれいろんな問題があるんですけどとにかく経済を上向きにするっていうことが一番大事だと僕は思うんですよいろんなものの中でもまあ控えめに言って特に優先順位が高い。その点で言うと 誰が一番希望のあることを言ってるかっていうと岸田さん河野さん高市さんの中だったらあと名前の挙がっている何人か他の候補者の方いるんですけどその56人全部考えても僕はやっぱりね高市さんが言っている経済政策が一番僕の理想に近い経済政策をおっしゃってるなと思います。彼女はプラライマリーバランス規律の一時凍結と それからあの改革から投資という主張をされてて、うん、僕はこの線でいくとね、うん、今言ったような方向に日本行くんじゃないかなと希望がす,ありますもちろん僕は高市早苗さんという一個人のね政治家としての信条すべてに賛同してるわけではないとは思いますけれども少なくとも経済政策という点に関しては一番大事な経済政策という点に関してはこれは支持せざるを得ない。 極めて重要な、あのー、政治家であろう候補者であろうと思いますので、はい、彼女の政権構想について今日は解説したいと思いますお願いします聞けば今の日本がよくわかる三十分午後十時までお付き合いくださいさあお送りしています週刊クライテリオン藤井里氏のアルガママラジオ今日のテーマは改革から投資という希望高市さなえ氏のプライマリーバランス凍結宣言、うん、あのー 9月6日の時点でね、あのーまあ、岸田河野高市の3名の候補者が、まあ、ほぼ確定している状況になっているんですけど、はい、それぞれまあ政権についてどうするかというお考えがまあ終ありだと思うんですがそれをどんだけ公表しているかというと。 河野さんはほとんどまだ何もおっしゃってない状況で、まあ、あの表明したばっかりですから、はい、で岸田さんはまあ公表されてます、あのー、コロナ対策こうしようとか、うん、で記者会見なんかでえっと経済政策こうやろうということもおっしゃってますで高市さんもおっしゃってるんですけどこのお三人の中で一番大量の言説を公表しているのが高市さんです。うん、これれ文芸春秋であの政権構想を大きく書いておられますし でここで私「私総裁選出ます」という宣言文書を書いて。 でそこでこういうことやるこういうことやるってこう書いてるんですね。でさらに最近では花田っていう雑誌の中でまあインタビュー、ロングインタビューを受けて政権構想について話をしておられます。でさらにえー、っともう6月ぐらいの時点であの一番最初に多分メディアにあのえー、っとこの政権構想について最初に話されたのは私があの東京 M X テレビっていうテレビ番組ではい、はい、えっと合計450分ぐらいのあのインタビューをしたあ対談をした。あ 番組があるんですけど、まあ、そこでおっっししゃててたりとかしてでそれ以外にもいろんなネット番組とか出演されてかなりご自身のお考えを言っておられます。ですから今候補者あるいは日本国民候補者あの有権者あるいは有権者以外の日本国民がどの政治家が何を言ってるのかっていうのを調べるにあたって高橋さんが一番豊富な情報を提供してくださってます。ですすから中にも反対する人も いてし、うん、かあるべきだと思いますしここの政策でいかがなものかと思う人もいてしかあるべきだと思いますしここはいいと思う判断もできるしで河野太郎さんはイメージが特に何もないというのが今の状況、はいうん、で、えー、どういうわけか一番人気と言われてますけどやっぱりこの29日に向けてですねあの有権者の方はしっかりとどの政治家がどういう政策を言ってるのかそしてその政治家が信頼できる人間なのかどうか言葉に力がある人間なのかどうかというのをしっかり見てもらいたいと。 であのー、そういう意味で、あのー、政策の内容としては高橋さんが僕は一番いいなと、うん、あの明らかにいいなとこう思ったんですけどそれはねあの例えば、あのー、こんなことを言ってはるんですよねこれは花田の中で、えー、と私はこういう政策をやるっていう時に、えー、これは本も書かれるそうですけど「我が政権構想日本経済強靭化計画」。 うん、というのを打ち出してるんですね化っていうのは僕がもう10年前に打ち出した概念で、あのー、日本も社会も国家も人間も全部強人でなければならないと生きてるといろんなリスクとかいろんな危機がありますからそれを乗り越える力それが強靭なわけですけど、うん、今の日本経済は弱いという認識があるんですよ。うん、この強靭化という言葉の裏には。だからね河野さんとかには日本経済は弱いと思ってないから なんか改革したり緊縮したりとかいじめるってできるうんと言えると思うんですね、うん、でも高橋さんは今のまま非常に脆弱だ弱いと。例えればコロナだけで弱いっていうことじゃなくてと、うん、弱いと思ってはあ<ー>だからこれを強じにするんだと言ってるっていう時点でね僕、はい、まず言葉として高く評価できると思います。うん、でそそののの中でそのコアにあるのが、あのー、サナエのミクスと うん、ご自身でおっしゃってるんです高市さないだからアベノミクスの新しいバージョンって私なりの政権の主張としてさないのミックスをやりますとそれはアベノミクスが貴重なんだけど一つの大きな違いがあるとそれはね第三の矢がアベノミクスは改革とあの河野太郎的なあと菅義偉的な竹中平蔵的な小泉純一郎的なまあ、そういう改革路線を安倍さんは実は言ってたんですよ それをねいやそれは違うと投資だとみこう脆弱なんだからこう政府も、まあ、民間もって含まれるとは思いますけども政府もしっかりとお金を使ってで、まあ、橋を作ったり堤防を作ったり病院作ったり科学技術投資したり生きていくのに大事なことばっかりそう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 教育投資科学技術投資、うん、でもそういう。 基本的なものにお金を使って弱い日本を強くしていくんだというビジョンをおっしゃってるんですよ。これはねあの安倍さんのアベノミクスにはなかったあるいは弱かった概念なんですね。だからそのお金使わんたために改革みたいなところが あったとも言われてるわけでそこを変えるんだとおっしゃってますこれがね最大の違いででこれやるときに当然邪魔になるのがプライマリーバランス規律なんですよそうですよね <laughs>、うん、でこれあの要するに国債発行禁止規律ですからはい。プライマリーバランスを黒字化するってことは国債発行額ゼロにしますと、うん、政策のためのね借金ね、うん、作らないってことですからねそうそうそうってことですからそんなこと言ってると投資なんて絶対できないとうん。だからプライマリーバランス規律は 凍結すると言ってるんですよ。はあ、いつまでかっていうとね。はい、インフレ率が2%を達成するまでなんですよ。もう全然 OK じゃないですか。そうそうそう。僕がずっと言ってることですよ。ね。安倍のミクスもそういうふうに運用しとけばよかったし、うん、僕は安倍さんにそういうふうにしてくださいって言ってたんですけど、うん、まあ財務省との力関係で負けはったんですよ。はあ、ね。だから2%が達成するまでは、うん、プライマリーバランス比率を次元的に凍結すると。うん なんか考えてみたら、うん、あの普通に会社を、ね、起業する時だって最初は投資すするわけじゃないですかそこからこう盛り上がっていくんだから日本も、ね、そこれは、ね、非常に、ね、僕、ね、安心できるあの公約に、ねまあ、これ公約と言っていいと思うんですけど、うん、になってるのは投資しますって言ってるだけじゃなくて、うん、ちゃんとインフレ率が2%になるまで投資を続けると拡大を続けると。 でこ,れこれがなかったから今まで投資しまんねん言うても補正予算2兆円つけてはい終わりみたいなは,、はい、はい投資したでしちゃろあとは改革やりますさみたいな話がもうずっと何十年も続けられてるわけですよ。そのせいで日本経済は脆弱なままね落ちぶれていってるわけですからいやそれじゃダメよといや2%になるって黒田さん言ってんじゃないと、うん、安倍さんだって言ってたんでしょと2%になるまで私は徹底的に投資確定するわよと,とこう言ってるわけですよ。 で第二の矢である財政政策も危機の時には特にドーンと大きくやっていくと。でそれで、ね、その危機の時代が終わったとしても2%以下だったらしっかりと投資を拡大をしていってプライマリーバランス規律をま凍結しておくということを言ってるんですね。でしかもねちゃんとねアベノミクス菅批判をしてると同時に安倍批判もしてるわけですよ。あのー、安倍内閣が 問題だったのはという言い方してないんですけど当時安倍内閣では財政当局がこだわったプライマリーバランス黒字化目標の下緊縮財政を継続せざるを得ない結果となり2%の達成をができなかったんだとだから私は2%達成するまでプライマリーバランス規律を撤廃するんだと凍結するんだということで安倍さんができなかったことをやる、はい、要するに安倍批判をしてるんですよ。 だから時々ね早苗の,のミクスあるいは高市早苗さんについて単なる安倍さんの延長なんだからどうせ駄目だよって言うんですけど僕はねやっぱり安倍さんを批判してるっていうところはね高く評価していいん違うかなとでしかも第三の矢の改革というものに対しても批判して投資が大事でしょという,うに言ってるというところで僕はあのやっぱり安倍のミクスをね との路線だと言いながら、それを乗り越える方針だというふうに、僕は解釈できるんじゃないかなと思います。まさに強靭化ですね。そうです、そうです。で、強靭化にとって、どういうところにお金使うかというと、自然災害とか、まあ、サイバー感染症、エネルギー関係、それから社会保障などのいろんな問題ですよ。で、これが政策に軌道に乗るまでは、追加的な国債発行は避けられませんと。国債を発行すると徹底的に。 言ってるんですね、うん、で例えばあの安倍内閣の参与だった浜田光一さんも、まあ、そういう資質に対してすでに支援してるじゃないかといいと言ってるじゃないかとでこれはだから僕と同じことを浜田さんも言ってるわけで,で。安倍さんができなかったことを、うん おなんですよこれれもそれをやるとこう言ってるんです公と日本国が破産すると批判される人も多いだろうと <laughs> これに安倍内閣が潰されてきたわけですよ、はい、菅内閣も潰されてきたし20年間ずっと民主党も含めて日本の未来が潰されてきたんですよ財政破綻するとしかし国債発行は避けるべきものではないと。 必要な経費の重要な財源として活用するべきのものなんだと。だから国債を発行するんだと。だけど債務対 GDP 比については注視していきますよと。これちょっとクロート的でわかりにくいかもしれませんけど、あの財政規律というのはあのなんか持たなあかんのです。で、日本はプライマリーバランス規律、すなわち国債発行をゼロにする規律なんですけど、外国は全部債務対 GDP 比基準なんですよ。 諸外国は全部でこれは何かっていうと借金総額と GDP の総額との拡大率が大体同じようにするということです。<ー>で3%ずつ GDP が成長するんだったら赤字国債は借金が3%増えるぐらいだったらいいすなわち30兆ぐらいは赤字国債出していいよということになるんですだからプライマリーバランス黒字化は国債ゼロってことですけど債務対 GDP 比ってことは赤字国債30兆までいいっていうことになるんですよ。でこれが世界の 標準的な規律はのでねあと懸念はねこれ今言ってるけどもどうせなったらまだ官邸に入ったらまたその財務省に絡め取られてもうなんかいろんな派閥の論理にやられて <laughs> ダメなんちゃうのって思う人多いんですけど、はい、僕その点もね高橋さん僕ね結構ねいけるんちゃうかなと思うのはね僕あのテレビ番組で長く喋ったじゃないですか。 その時に感じたんですけどあ、僕ねこういうことあんまり言わないんですけどや,やっぱりこの時代女の人大事なんちゃうかとなん,うん、うん、何でかって言ったらね財務省気にしないわよプラマルバランス黒字なんか言ってたら日本ダメになのじゃないだそなんな気にしちゃダメよもうっていう雰囲気なんですよ言い切れる感じのこれ日本の男どもはね僕も含めてね、はい うわぁ皆さん言ってても上司来たらすみません社長元気でっかーになるんですよ うわー言うててもあ社長上司なんか <laughs> そうっすよね」ってこうなってってなんか猿山の中でどん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 こうボスに絡め取られてって改革ができなくなると <laughs> 本当の意味での改革の河野太郎的改革はできるんですよ。ボスがやれ言ってる改革はできるんだけどボスが嫌がってるだから要するに財務省が嫌がってる改革はできないんだけど、はい、要するに河野太郎が言ってる改革って財務省が喜んでる改革だけですからねあれは。 気にしないわよ実際彼女は派閥属してないですからねで岸田派からああの細田派から出てるわけですよだけどその細田派の事、まあ、実質上のオーナーである安倍さんに支持を取り付けるとやっぱ一匹狼としてね、はい、総裁候補なんて安倍さんの支持取り付けるってねこれ男どもでは無理 <laughs> やっぱこれ女性やからやなと。 これほんまに思ったんですよ、えー、ってことでね今日はねもう波いる男性ロックシンガーの中で女性ロックシンガーの草分けとしてと華々しく登場した麻生レミさんの曲を紹介したいと思います麻生レミさんでハウロンお題はでもその今の時点でこういう、えー そのプライマリーバランスの黒字化とか凍結とか、うん、そういうことを言ってくださってるっていうのは希望がありますよね、うん、希望があるんですよで二パーまでって言う,うそうそうそうーまでなんですよ、うん、だから逆に言うとね他の候補者もこれに触発されて同じことをパクってくれるんだったら別にそれでもいいんですよ誰かがやればいいんだからそうですねうん誰かがやればいいんだからであとはね消費税減税を、うん 言っていただけるかどうかですよねそれ来たらもうでも多分ね <laughs> 消費税減税高橋さんがこの段階で言ったら党員ほとんどついてこない可能性あるんですよついてくる人がね逆さらに控えめに言っても大きく減る可能性があるんですよだからね僕は高橋さん消費税減税本当は持ってる可能性あるん違うかなともう分かんないですよ わかんないです。で今の段階では言ってんのいいけど総理になられて次の総選挙までに言うかどうかですよねほうほうほうもうねそこでもスーパー短いですからそこですよねでその時に必ず野党は消費税で言ってきますからね絶対言ってきますから,、ね、だ,からだからもう野党はね消費税ゼロぐらい今のなダメなんですよで今高市さんが仮に総理になったらね なったとして高橋さんに勝とうと思ったら消費税ゼロしかないですよ。うんうんうん。だってかなりのね、うん、あの、うん、うこう投資をしようとされてますから。ううん、で河野太郎総理になっても野党は消費税ゼロ言うしかないですよ。まあゴーでもいいですね。河野太郎は相当ぬるい人だから。ゴーでもまインパクト出てくると思いますし野党の中でもままとまりやすいでしょうけど。うん、高橋さんが出てきたら消費税ゼロぐらい言わんと野党にはもう勝ち目なくなりますね。 逆に言うと高市さんは消費税ゼロとか消費税減税を言ってないことが致命傷になる可能性があるんですよ。はあ<ー>、うん、だからその時にね、うん、だから総裁になってから総理総選挙までの間にちゃんとこう言うかどうかですねそれはね。うん、そこが次のポイントになると思いますが、うん、まあ何しても野党はとにかく消費税ゼロでこう戦うようにしとかんと。 うん、でもうそれしかもう勝てないですよだってプライマリーバランス規律撤廃取られちゃったから <laughs> 投資も取られちゃったから <laughs> はいはいはいほんとですね言えるのそこぐらいそうそう消費税減税でそれで国民全体にも優しくやりますよとでねでどっちにするかで戦ってそしたらも,も財務省は負けうこれがアメリカ大統領選で起こったんですよあ<ー>、ね、だってあのー バイデンとトランプで起こったじゃないですかさら、はい、に言うとトランプとあヒラリーで起こったわけですよさらに言うとヒラリーとサンダースの間で起こったんですよそうやってアメリカは緊縮財政から積極財政への転換を果たすことに成功したんですよだからこういう選挙の時にちゃんと我々学者陣営がね徹底的に財政政策をもうあの党派の別を超えてしっかり教えてみんなに言わすようにしなあかんですよん敵は財務省なんだから 請求は金属財政なんだから。麻生レミさんで How Long Uz I Last お届けしました。うん、マシなんでしょうね。初めて聞きました。うん、これ我々はね、やっぱロックやってると、まあはい、ロックミュージシャンの女性ボーカリストを麻生レミさんっていたなと。うん、<laughs> でも僕もね、いたなと思うんですけど、はい、あのー、そんなんか釣りは聞いてなかったですね。え、これなんで今回出てきたんですか。今回ね、やっぱりいやここは女性最初のボーカリスト。 あそうレミさんに紹介せんのはかんやろうとだってねその僕らやっぱ伝説のシンガーとしてね、はい、で僕らの兄弟で西ブコードでいつもライブやってたわけですよ。でセー,ブコード高言って村八部いうねバンドがあってまあちょっとすごい名前ですけどそういうバンドがもう伝説のロックバンドとしていててねで村八部先輩がですねいつも麻生レミさんとかでいつも仕事してはってすっごい人やるなと。 彼女は60年から1960年から最初はグループサウンズのシンガーとして、えー、まあ出てきてちょっと可愛らしい感じなんですけど、はい、67年から本格ロックにこう売って出ていくわけですよ。うん、で、まあ、言ってみれば半世紀前のスーパーフライですね。うもうロックシンガーーー年前のスーパーフライさんみたいなはい、はい でもう和製ジャニス・ジョプリンとねこう言われててで彼女はね井上隆之さんっていう人のバックバンドをつけるんですよ井上隆之ウォーターバンドっていうのがあってこれはね「あの太陽にほえる」の「ジャッジャッジャララーンジャッジャジャララーン」のあ、はい、のギター弾いてる人らあ,<ー> <laughs> あと「傷だらけのせ天使」とかねだから一世を風靡した、まあ、ロックバンドを後ろにこうつけて大活躍を、まあ、されてた方なんですけど、まあ、彼女がすごいのはね あのアメリカにに行ってて普通にバンド活動してるんですよもうもう本場で、うん、そうそうそうもうだからあのー、もうその辺がもうなんか日本人的じゃなないんですよん,まあなんかペンチャーズやパンチャーズや、うん、いや言うてこっちでこう人気どうって出そうみたいな感じじゃなくて知らないわよとかってもう本場で向こうでえバンド活動やってで当時もうスーパースターだっすんごいスーパースターだとグランドファンクレイルロードっていう。 バンド僕好きなバンドの1個なんですけどね来日する時に一緒に来日してちょっとこう前座やったりとかだ<ー>からも,、ね、もうちょっと違うんですなんかやっぱりね僕女性ってねまあなんか僕女性くれくれ女性の時代でねって言い方すごい嫌いなんですよ。はいうん、そそれれれは男も女も女れぞれ頑張ってるんだからっていうのはあるんだけど、うん、あまりにも男が不甲斐ないんでもうそこはで女の人のね その気にしない猿山の論理から抜けてたこの麻生レミさんのようなねそのこういうメンタリティスピリッツっていうのがやっぱりこうブレイクスルーするのにひょっとしたらものすごい効果があるに違うかということも淡く期待をするんですよね。で別にこれ女性じゃなくても男でも気にしないね方が出てきても「か気にしないよそんなの」っていうまあちょっとなんかこうガラッパチな。 人が出てきてみんなまとめてドーンと財務省と戦うというのでもいいんですけどやっぱりね普通にサラリーマン的に普通にやってる政治家ではねもう財務省が作ったこの体制にもう巻き込まれてしまってるのでもう絡め取られてしまってるのでちょっとそこにいる一匹狼的なまあそれ女性でもおまあなんか男性でもちょっとガラッパチちなやつでもいいので、まあ、そういうところにこう期待するっていうのはやっぱりねあるんだと思うんですよ。 あでもそれはフェイクなんですよ騙されたらそうほんまの一匹オオカミとフェイク一匹オオカミは全然違いますからそこには是非騙されないようにしてくださいではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたがこの収録は9月6日の「 午前11時30分頃に行って今日、うん、はね、まあ、総裁選の、まあ、政策論争の中でやっぱり軸になるのは経済政策であるべきだと、まあ、そんな視点から早苗、はい、のミックスあるいは日本経済強靭化計画、はい、まあこれを提案されてる高市早苗さんの政策についてまあ紹介さし上げたんですけどね伝え、はい、たいのはね僕は彼女と、まあ、先ほども申し上げましたけどラジオでお話をしたり、まあ、よく食事とか、まあ、昔からねあの同居っていうのもあってよくお付き合いはさせていただいて いているんですけどやっぱりね話合うんですよなんでかって言ったらね彼女ね大学教授だったんですよああそうでした、うん、あの近代の教授もやっててで政治家歴も長いんですけど、はい、うん非常に長いの安倍さんと当選ほぼ同じじゃなかったかなすごく長い ですけれど、あのーまあ、落選されてた時もあってその時に大学教授やられたその前助教授やってたりとか助教とかかな助手とかやってたりとかしてだからね大学の人間なので一定の、あのー、思考をする考える訓練を積んでる感じがしてねやっぱりね,話にね筋が通るんですよあいつらなんでかっていうと変えることしか考えてないからだからなんかあるもん変えるあるもん変えるって壊し屋さんだから。 話がもうめちゃくちゃね。もう嘘ばっかりになるんですよ。ところがね。あの高橋さんま大学出身というのもあってね。あのー、まあ一応参戦反対はあると思いますけど、話に筋が通っていくので、やっぱりね。筋が通ると意味がわかるので、その言葉に力が宿るんですよ。うんうん、だからね。彼女がね。やっぱりテレビで制作論争をね。やっぱり他の候補者たちと喋ってくると、も、ま、う、あ、そのあたりがこう。浮かび上がる可能性もあるなと。 僕はとにかくねあの本当は言葉を持った政治家 A 言葉を持った政治家 B 言葉を持った政治家 C がその言葉を戦わせてそのどの言葉に人間はあ国民は賛同するのかという視点で選挙してもらいたいんですけど今言葉のないくてイメージ A 言葉がなくてイメージ B 言葉がないイメージ C さあどのイメージでいきまっかみたいな話ですよ。ふふわふわしてるこれでは意味ないんですよだからねやっぱりね言葉に基づく政治という欧米では当たり前の そういった政治のしに変えてもらうことが必要であってまあ、そういう期待も僕は高橋さんには感じますね、はい、でもこの秋ね大注目ですねでは、えー、表現者クライテリオンの最新号発売中です書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたしますホームページからは一割引きお得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしておりますメールアドレスは 藤井アットマーク KBS. 京都でですすよろしししくお願いいいたたまま、うん、それでは編集長、はい、今夜もありがとうござやっぱりね今日最後に言いましたがやっぱり言葉がねすごく大事でそれを大事にしようと思って僕たちは「表現者」っていう名前を付けたね「クライテリオン」っていう雑誌を出してるわけですし、まあ、それの,あのラジオとしてここでもお話ししてるわけじゃないですか是非皆さんねあの政治というのは特にイメージではなくて言葉でしっかり考えていただきたいなと思います。 それではまたそんなことも考えながらね来週またどうなってるんですかね <laughs> 来週午後9時半までさよなら,よならコロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な岐路に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋隆明の「2021年第二次世界大恐慌と日本の危機」です。 こちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるのでそちらもぜひチェックしてみてくださいね